お笑いエース登場は1980年5月3日から同年9月27日まで日本テレビ系列で放送されていた読売テレビ制作の演芸番組である全12回収録は当時の読売テレビ本社で行われていた番組は大阪のみならず東京からも芸人を招聘し漫才、落語、コントなどを演じてもらっていた進行役は 当時、ズームイン、朝の読売テレビ担当キャスターであった小林大作が務めていた。小林は毎回巧みな話術で出演芸人たちを紹介していたが、番組内においては彼らとの絡みはなかった。番組のオープニングとエンディングでは、小林が高級を手に、プレーボール、またはゲームセット、とコールする演出があった。番組は、 基本的に毎週土曜19時から19時30分に放送されていたが、日本テレビのプロ野球ナイター中継はこの年から19時開始に早められたため、試合がある日には放送を見送られていた。また、系列局の広島テレビはローカルで、広島東洋カープ戦中継を行うことがあり、その際には後日の遅れネットという措置をとっていた。放送第1回は、 上記ナイターの1980年4月12日放送分の雨傘番組にされていた。当日には試合が予定通りに行われたことから番組は翌週の雨傘番組にされた。それによる順延を繰り返していった結果、当該会は同年5月3日になって放送される結果となった。ちなみに最終回も雨傘番組となっており、当日の試合が 雨天中止になったことから放送されるに至った。ありがとうございます。